桐生の旦那、桐生さん。おお、田村に青木か。ついに会えたか。はい、色々と話を聞いてました。桐生さん、礼っていうのはこのことだったんですね。ああ、でもよかったな、田村が生きてて。はい、桐生さんのおかげでこうして田村さんにも会えて、 またいろんな話が聞けますよ。これでしばらくネタにも困らないですしね。あんまり調子に乗るなよ。図に乗って記事にしすぎたら本当に東京湾に浮かんじまうぜ。そうだぞ、シャレにならないぞ。はい、気をつけます。本当にありがとうございました。 Yeah!
Good. Yeah.